皆さん、こんばんは。今日は2024年3月23日土曜日です。今日のテーマは中国系ベトナム人の実業家大富豪ですが死刑判決あります。そしてベトナムと中国の政治体制について話をしたいと思います。超ヴィビランさんがいます。 この人は中国系ベトナム人の実業家です。ベトナムの大富豪、アジア地域ですね、史上最大な詐欺、容疑で逮捕されて死刑判決出されました。実はですね、事故猶予になる可能性もあります。どうしてですね、私はこの間動画で話をしましたが、ベトナムですね、これから日本のような国になる、 という説ででですすすね、ね、あるんですよ原因はです、ね。日本はベトナムの直接投資の最大国です。過去の20年間、日本はいつもベトナム最大な開発援助である ODA 供給であり、ODA の合計の金額は2.5兆円の規模です。そして1600社の日本の会社のベトナムに 投資金額の登録ベースは380億アメリカドルとなっています。実はですね、もっと多いんですよ。大手企業ですね、100社以上、ベトナムで工場作ったり、あるいは出店しているんですよ。つまり、ベトナムですね、これから日本のような国になるという説は言い過ぎではありません。日本がですね、全力で支援している派です。 ベトナムの政治体制と中国、実に似ています。あるいは一部の政治ですね。中国の真似をしているのが現実ではあります。ベトナムの国家主席ですね、ウォーさんですが、ベトナム国家において2番目の人物です。3月20日の夜ですね、ベトナムの中央メディアが発表しました。ベトナム共産党13回、 会議がありまして、王さんの辞任を受け入れます。同意しました。ベトナムの政治体制においては、国家主席とは国家の代表であって、外交の方針を決めるんです。そして、国会で選ばれていますので、国会では今後の国家の発展と今までの業績を報告します。これについて、 中国とほぼ同じですそして1992年以来国家主席は国家の2番目である人物党内においては総書記の次なんです王さん53歳です2023年3月2日にベトナムの国家主席として登場しましたベトナム共産党の説明としては王さんとは国家の 主要主導者である党内においても重要な人物です。基礎から成長して党と国家のために貢献してきました。しかし彼は党のルールを違反しました。人民は職です。党と国家の利益は損失しました。王さんはそれを十分認識して辞表を提出しました。引退します。前の国家主席ですね。 2021年4月に登場して、グエンさんの後継者であるウォーさん、これから引退です。当時ですね、コロナの時期でしたので、中極性の PCR 検査キットで腐敗の問題がありまして、グエンさんは責任を取りますと言って引退しました。つまり、グエンさんの任期は2年弱ぐらいで終わりました。でも、ウォーさんはわずかちょうど1年で、 引退となりました。当時ウォーさんですねベトナム共産党の初期ところで常務副書記でしたウォーさんは後継者として登場しました本来であればグエンんの任期である2026年まで務める予定でしたがウォーさんはですね1970年12月生まれました2004年34歳となって コーチ市の共産党員の委員となったんです。1つの区の初期を務めていました。2007年7月、ベトナム共産党の青年団の第1初期となりました。2011年8月から2014年4月まで地方の長官としてグアン・ガイ・ショーの初期として勤務していました。それから2014年5月、 政治局委員となりました。それから、ホー・チ・ミン氏の常務副書記となったんです。2016年1月、ベトナム共産党の政治局委員となりました。それから12回、人民代表大会が終わって、ベトナム宣伝部長官となりました。ベトナムの思想、トッ化、ン歴史の宣伝担当となりました。 2021年2月、ベトナム共産党常務初期となりました。それから経済、財政、外交などを担当していました。当時発言したのはですね、今でも残っていますが、2030年、ベトナムはですね、ややゆとりの国となります。中東収入よりやや上の国家になります。2045年、ベトナム共産党成立、 100周年ですね高収入の国家になりますこれが目標です以上のことをですね実現するにはマルクス主義とホーチミン思想をうまく活動しましょう民族の独立と社会主義の実現をしましょうここまでですね実は中国共産党とほぼ同じですそしてベトナム共産党の道を守りますでも国際法の基礎にする 平平等公平が起訴ですそしてベトナム国家と民族の利益を優先します。こういう発言をしました。つまりここはですね中国共産党と全然違います。あくまで国際法を基礎にします。中国の場合はですね中国特色の社会主義を基礎にするんですよ。本来ですねグエンさんは 王さんを自分の後継者にしようとしました。あるいはしていました。最近ですね、ベトナムでは多くの官僚たちは逮捕されました。王さんの部下である軍エの省庁2名逮捕されました。一人は元省庁、一人は現役の省女なんです。腐敗の容疑で逮捕されましたが、腐敗の期間は2011年から2014年でした。 当時、王さんですね。グアン・ガイ・ショの初期でした。つまり、元、自分の部下でした。それから、ホーチミン氏の初期となって、最近ですね、ホーチミンでは、ものすごい大変なことは起きています。つまり、銀行の詐欺です。動画の最初で言いましたが、チョウさんですね。チョウ・ビランさん。これから登場しますが。彼女は、67歳です。不動産開発業。 飲食、事業、ショッピングモールとかですね、経営しています。先の金額は683億アメリカドルです。約10兆円超ですね。ただし、この会社は上場していませんので、経営状況は不透明です。また、債務についての情報も全く公開されていません。中国でですね、やはり世論ですが、 高台不動産の次でしょうかと言います。原因はですね、ベトナムの銀行。実はですね、これは個人の商業銀行ですが、サイゴン商業銀行、SCB などなどとですね、水力銀行からたくさんお金を借りていました。これはですね、金額といえば2022年、ベトナムの GDP の3%、あるいは4%に相当します。中国ではですね、調査のことを 長妹だと呼べています。実はですね、張さんはふるさとですね、中国の広東省なんですよ。1993年、香港の商売人と結婚しました。韓国の LG グループの商品を代理します。代理権をですね、取ったんですよ。独占できます。当時ですね、ベトナムは中国のマネーをして、改革開放を決めたんですよ。 これで商売がものすごい順調していて、不動産開発業をやりました。2006年、APEC、ベトナムでは主催して、ホテル、会場とかですね、全部、調査が運営していたホテルで行われていました。現在ですね、調査に関係する被告者はですね、約90人弱ですが、でもですね、提訴されましたが、これからまだ増える可能性はあります。 詐欺の内容としては、存在しないプロジェクト、もうそのプロジェクトですね、作って、処理とか作って、銀行からお金を借りて言いました。実はですね、まだ情報があります。2022年4月、張さんは本港の大富豪である李渇生さんの会社を要請しました。一緒にですね、チミ民氏の不動産開発を一緒にやりましょうかと誘いました。 まだ当時でしたが、日本のオ折クさんもですね、参加する予定でした。しかし、約半年後ですね、2022年10月、張さんは逮捕されました。次のベトナムの国家主席ですが、現在の副主席がですね、ボ・ティ・アン・ス・アンさんですね、アイン・ス・アンさん、国家主席の代行をします。今後、国会で、 国家主席を決めるままでとします。現在、ベトナムの政治、不安定ですと、フランス側は判断しました。原因はですね、ベトナム党は元フランスの植民地でした。なので、フランスですね、ものすごい気になっているんですよ。ウォーさんですね、辞職は党内の闘争が結果ですよと言っています。ウォーさんもグエンさんも同じですが、 グエンさんは引退後80歳ですが健康の状態はよくありませんとフランス仲は言っています実はですねベトナムは中国と同じく共産党の国家なんです改革開放をするしでも中国と違って政治の改革もしました政治体制はですね実はベトナムの方がものすごい特別なんです ベトナム共産党組織と国家主席、それから政府の総理、国会の主席、要件分議と言います。まだ社会ではですね、非政府組織たくさん出てきました。これは中国とは違います。ベトナムにはですね、母国宣戦線という組織があります。これは一応ですが、非政府組織です。そして主席もいています。 政府と企業家、つまり政府と、まあ、資産家ですね、の真ん中に立って調整している組織ではありますので。つまり、要件分離と言いますが、実は4.5件分離だと言えます。つまり、ベトナムですね、権力はバラバラであって、中国とは違います。中国の場合は、総書記、国家主席、 軍事委員会主席全部習近平です。なので、中国の場合は一人体制です。つまり独裁政権です。また、ベタナムにはですね、地域の区別もありますので、北部、中部、南部ですね、それぞれ交換となっていますので、正直ですが、ハノイ市の北部の幹部となります。主に思想と外交の方針を決めるんです。 政府の総理はですね、ホーチミがメイン画面ですが、つまり南側の幹部が担当です。主に経済方針を決めます。国家の主席と国会の主席は中部の幹部が担当します。つまりバランスをとっている状態です。特徴あります。南側ですね、元フランスの植民地でした。その後アメリカの影響も受けましたし、 資本主義の影響を受けてきていて、比較的にですね、市場経済を重視します。自由民主を受け入れやすいんですよ。しかし、北部は違います。ソ連、あるいは中国の影響を受けてきていますので、保守的、政治が大事です。これで、思想と歴史を強調します。3月20日でしたが、五さんですね、発言しました。 次の人事について指導しました。政治局委員を選ぶときに、能力も大事ですし、才能も大事です。特に、道徳心が大事ですよ、と言っています。2021年1月、ベトナムには13回の人民代表大会がありました。グエンさんですね、当時は再び即答と,となったんですよ。本来ですね、委員会の発手者が でも3回目の任期が始まりました。当時ですね、ゴエンさんは77歳でした。実はですね、習近平はゴエンさんのマネをしたんですよ。即答ですね。そして、総リーであるククフさんですね。2021年4月登場して、当時は67歳でした。つまりですね、この2人はベトナム共産党のルールを破りました。 つまり、65歳で引退しなければいけませんが、でも、一応ですね、人民の指示があって、即答でした。しかし、福さんは、コロナ PCR 検査キットで辞任しました。やはり自分の部下ですね、中国の会社と付き合って、たくさんの汚職、賄賂がありました。また、ファン・ビンミンさんですね、元外務大臣でしたが、チャーター機の腐敗で辞任しました。 この2年間ですね、グウェン・フォーチュンさんずっと反腐敗運動をしています。特にコロナ検査キット、そしてワクチンのことで多くの官僚は逮捕されました。衛生機構の長官であったり、衛生部の高官であったり、各地域の地方の高官も逮捕されました。合計30数名の高官が逮捕されました。そして日本にいる大使さん、 マレーシアの大使さん、交通部の長官も逮捕されました。実はですね、これは日本には関係ないんですよ。当時ですね、日本にいるベトナムの大使ですね、チャータキー機を手配しました。日本にいるベトナム人にですね、やはり帰ってもらうためなんですよ。政府がチャータキー機を手配しましたが、でもですね、腐敗がものすごい発生しました。そして、チャータキー機ですね、料金は ものすすごい高かったんですよ。これで国民の不満がたくさんありました現在ですねベトナムの事情ですが内部の闘争はあるというふうに思いますでもですね反腐敗という運動は中国よりすごいしっかりやっています自分の仲間に対しても厳しいのが事実ではありますしかし中国ではですねこれはあくまでベトナムの内部の闘争ですよと言っています しかしですね、私は思いますが、ベトナムではですね、やはり官僚となるには資産を公開しなければいけません。これがベトナムのルールですね。でも中国にはないんですよ。現在ですね、ベトナムはどういうふうになっていくでしょうか。これはですね、まだ注目しなければいけないというふうに思います。やはりですね、これからベトナムですね、東南アジアのリーダーシップとは言いませんが、でもですね、すごいシンガポールよりも 有利だと言われています。シンガポロですね、あくまで金融なんです。ベトナムですね、これから製造業の基地となってくるんですよ。つまり、今後ですね、ミニの日本となっていく可能性は高いんですよ。そういうふうにですね、みんな思っているんですよ。でもですね、今後ですが、ベトナムの内部の政治体制ですね、やはり注目しなければいけません。そしてですね、やはり警戒しなければいけないのはですね、 共産党というのはですね、一党独裁と言いますが、党はですね、この組織はやはり一つしかありませんので、警戒しなければいけないというふうに思います。また情報を収集して、皆さんに報告したいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。